トマンコートマンコは、中朝国境の白頭山に源を発し、中華人民共和国、朝鮮民主主義人民共和国、ロシアの国境地帯を東へ流れに本海に注ぐ、全長約 500km の国際河川である。トマンコは朝鮮語での故障で、韓国と北朝鮮においての違いはない。語源は、満を意味する満州語、トゥメンであり、満州語では、トゥメンウラと称する。 中国語では、トモンコウと表記する。日本語においては、朝鮮語のと、日本語の絵を合わせた、と、マンコウという漢与読みも広く使われている。トマンコウは、中国と北朝鮮を分ける国境線となっており、北岸は、中国吉林省延辺朝鮮族自治州、南岸は、北朝鮮環境北道である。北朝鮮を脱出する難民が越境する地帯として、知られ、 朝鮮人民軍の厳重な監視下に置かれている。都満港川口付近で中国領は途絶え、ロシア領破産となるが、中国とロシアの国境は1997年に確定した。朝鮮半島の日本統治時代には日本軍とソ連軍が衝突した超古盆事件の舞台ともなった。1990年7月に、 中国朝春市で開かれた国際会議での吉林省副秘書長長氏、キラの提案を受け、国連開発計画の主導で、都ン港開発計画が進められており、中国は都ン港下流の今春市を国境開放都市に指定して、今春辺境経済合作区都市、北朝鮮は、ラズ、先方を自由経済貿易地帯に指定して、開発を進めている。 トマン港川口付近の北朝鮮側には北朝鮮の鉄道とロシアのシュベリア鉄道をつなぐトマン港駅がある。かつては両国間の鉄道は機関が異なるため、ここで旅客列車では台車の交換、貨物列車では2の積み替えが行われたが4000機場が試乗され直通運転が可能になっている。ありがとうございます。